はい皆さんこんばんは今日は11月20日の日曜日ですね日付が変わるちょっと前ですけども今日は一眼動画についてのトーク73回目をやっていきたいと思います今日は先週ね立て続けに出ていただいた宮下さんに加えてちょっとねご無沙汰しておりますがバン t v さんにお越しいただきましたお二方こんばんは どうもこんばんは。こんばんはどうも。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。バンさんお元気でしたか。はいはいもうバリバリ元気ですよ。ね。動画もどんどんあの投稿されてますし。あそうですねおかげさまでねペースを保ててまして一日一本をずっとねやってますね。そうですよね。はい。すごいライフワーク。ありがとうございます。本当。 ライフワークになつつあるとんか晩さんといえばここ近あのほら土曜日の晩にね生放送をす。これもねマイペースといいますか週一でね続けていこうと決めてもう1か月ぐらい続いてるのかな何回かさせてもらってもうあれですよね晩さんって決めたことをずっと絶対やり遂げるタイプですよねんかそんなとこあるんですかねはい素晴らしい。 素晴らしい。やっぱ続けることですよね。そういうことですね。はい、そうですよね。うそう。うん。好循環をね。はい。うん。こうやっていくってのは本当にいいことだと思います。ありがとうございます。はい。す、すごい。うん。で、しかもこんな場に呼んでいただいてって。本当ね。ありがとうございます。あ、いえいえね、本当。まあね、近所でね。仲もいいですし。あ、そうですね。はい。いろいろとお世話になってるんで。こちらこそです。はい。 でまあ先週は私は、えー、ちょっとね先々週に結構風邪ひいて、うん、で会社もちょっと休んでたんですけどもああそうだったんですね、うん、でまあ全<然>咳だけど、ね、はいだいぶ治ってはきたんですけどね、うんうん、でまああのしばらく1週間ぐらいちょっと、えー、YouTube 更新が珍しく空いたんで、うん、でまあ宮下さんにね、うん、<っ>あのぜひちょっと動画のね トークを一緒にやろうということでかなりね支えに連投でね先週すごかったですよ先週もうもう怒涛のごとくそうですね宮下さんに感謝してます私はいえいえこちらこそ内容も非常に濃いねいやまああのんと言ってもねやっぱり温かい人柄なんでンさんもそうなんですけどもねうん あの温かい方々にえ囲まれて、うん非常にこう本当いや本当にあの YouTube やっててよかったなと思います。いやこちらこそ本当にねもうあの最初ねバンさん見たときはいや怖いおっさんだなってふうに思ってたんですけどもうね蓋を開けてみたら本当にねうん <laughs> ぜひ宮下さんと三人でお会いしたいですね直接ね、はい、いやもうでも本当今度ねそういうのやりましょうよね、うん、なんか食べに行きたいですね三人で行きたいですね、うん。 そうですねなんかあのハッピーのオーラがね出るそうそうふわっとそういうのがいいじゃないですかねん。そういうんかいいなそういううんはいそういうねんか今の日本はほらやっぱどっちかって暗い感じだけどふわっとしてね明るい感じで暖かい。 わわかかりりまますすそうですよねそういうのっていいじゃないですかやっぱり。ですよね。ですよね。あんま世知辛いのとかああだこうだ言うのもねんかそうですよね。そうですよね。そういや本当だってすごいいい機材もう揃えて手にしてでいい方向に向かっていいんていうんですかねいい動画を 作れるね日々バージョンアップできるようなそういう体制ってやっぱ崩したくないと思います僕僕もそうですはいだから是非ねこのねよっちゃんのトークをハブになってもらってですねもうハブになりつつあますよハブってでほらハブですよインターネットのハブってあるじゃないですかネットワークがぐさぐさぐさってあるあんなようなこう。 こう配信センターみたいな。発信源ですか。あ,あそう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 。信<源>発信源。発信源。いやいや。そうだって、うん、いやなかなかねやっぱり難しいじゃないですか。こう、うん、例えばよっちゃんだったらねそうそうパイロットフライト H2 使ってたりするけどそこに H2 使ってないとダメだとか、うん、な言わないからよっちゃんは。うんうん あはいはい、そうそうそうもうジアンクレーンでもいいし、うん、っていうそういうスタンスの人のところで、うんうんね、できるっていうのがいいハブになって、うん、みんなで訳あ合いして、うん、でコメントをもらって、うんうん、こういうことって本当にできないんですごい僕もねあの正直言うと、うん、うそういうトークを広げてっていうようなこともね ちょっと考えたりとかしたことあったんですけどこれねちょっとやちょっとできないですよ。いやほんとできないですよ。自分も何気に何年間前にラジオを何十分かちょっとやってみたんですよ。一人でね。あそうですか。そう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 。でもねやっぱ難しいっすよ。なるほどね。 うん、そうですね。本当はあの鉄子の部屋状態でね、僕はあのすごくいいんじゃないかなと思います。<Yeah. S 2> もっともっとね、いろんなね。 チャンネルの方を呼んでいっていただいてで万次郎さんとかの回とかもねすごい面白かったですしね。内容があこんなことおられたんだっていう方からどんどん広がっていったりであるとかそうなんですよみんなほらカメラやってる人の感覚とか感性が違うからそれがあなるほどって言って勉強になるじゃないですか。だかからチャンネル登録者数とそうういい古 考えるんじゃなくてやってることでよっちゃん見てはるんでそうなんですよ極端なことでチャンネル登録者数一人でもね多分よっちゃん用ははると思いますよそうそうそう、そこがすごいですよねそこがすごいなと思ってそこがすごいああ、僕なんかも多分よっちゃんのトーク出始めた時ね多分ね二十人ぐらいだったんですよそうそうそうおそらくああ、そういうことかそこは全く関係ないです登録者数多い少ないの そこがすごいですよね。普通だったらそうういいいのででななじゃすかやっぱりその下心があってすごい登録者数の多い人を読んでとかねそう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 考えがちですけどよっちゃんは本当にカメラが好きでカメラの話題をしたいんだこの人はってねそういう裏表ないようなねそうそうそうところうあるなうそうそうふうにね。そう思いましたね。ね、本当そうですよね。 あカメラが好きなだけなんだっていうそのね情熱がねすごいいいですよ。ああ皆さんさんねあのよっちゃん直接会ったこと僕あるじゃないですか。あそうですよね。この人カメラに手が伸びてるときはもう何言ってもダメですよ。もうねもうねあのすごいですよ。没入感が話しかけても。 とかああいやいやほんとでもどっちかと僕もカメラやってる時そういうふうになっちゃうんですよ。あそうですか。ええ。それでちょっと階段とか踏み外しそうになるっていうかそうそうそうだからなんかでもそれが面白いですよね。僕どっちかたらねうん それはちょっと二の次なんですよ。あ、冷静に結構見れるんですね。ねそうそうじゃなくて難しいんで、うん、カメラのことはいやいや、<laughs> うん、はい、それよりも何撮ろうかってね、うん、ふうに常に考えてますね。うんだ多分ね、よっちゃんがなんか野獣のように飢えた野獣のように <laughs> <laughs>、ええ、<laughs> いやなんかねなってるような気がする。はいはい。うんうんうん。うん 僕もそういうところがあってそうですかうん気にしなくなっちゃうんですよね何を気にしなくなっちゃう人の目とかそれはあるかもしれないですねねえうんそうで特にね自分はどこ見てるかっていうとほら三分割法ってあるじゃないですか三分割法ええ教えてくださいよっちゃんぜひ いやいやいやあそうそうじゃはいあの線がですねあの画面のカメラの画面のモニターのところにですね線が横棒が2本縦棒2本そう縦棒二本入れて画面を分割する線を入れるんですよああそういう機能ありますねそうそうそうあそこが入るともう自分大好きでえんでですか僕入れないです いやあれ入れると本当楽というか面白くなりますよ。それはどういう詳しくあのですね詳しく、被写体をここのスイートポイントに置くみたいなことをこだわるんですよ。はい、で、そのスイートポイントから外さないようにスタビウォークするとか。 A 点を右のスイートポイントから左のスイートポイントまで、うん、とかいう取り決めをその時するんですよ、はい、自分の中でですねもう一度おっしゃってください何でしたっけえー、と3分割法三分割法 A 点 B 点は分かりますけれども3、はい、分割法何が3分割なんですかえれあと、うん、画面を3分割するんですかそそうですそうですよで<の>ですすも縦に十字 十時に入れたら4分割じゃないですか。そうですね。どういうことですかえっと3分割っていうふうに画面を横に3つ分けて横に3つ分けてはい縦に3つ分けるみたいなああありますありますはい真ん中に十字時はあんまないですそういえばそうなんですよ。要するにえっと漢字でいう「い井戸の井ですね。分割

で例えばですね、うん、はい。僕とかが遠くでよくやる、うん、僕の顔がちょっと左、うんえー、右上にあるとかいうのがそうです三分割のスリットポイントに置いてるってことなんですよであ知らず知らずのうちやってるわけですねそうなんですよみんなねだからなんだかんで言って<ー>その二分割か三分割かに置くべきだっていうのがもうすり込まれてんですよね、えー、あ,あそういうことですねそう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 ,うん それがフラ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 行ったり来たりするのがんかもう一つですよね。そうなんですよそこをそこに粘るでずっとフォーカスを続けるとそうするといろんな効果とかいろんなまたテクニックがそこからまた派生するんですよ。それがまた主題・副題っていう話になってくるんだけど。うん そうだからあの映像を撮るときにぜひ今度あの三分割法の線を出しながら自分でそのスイートポイントのここに置いて、うん、歩くとかなるほどやってみますぜひお願いしますやな、うんなそういうことですかなるほどはいそうこれねやり出すと面白さがまた絶対増すはずですようん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  ほぼね、うん、あの、ハリウッド映画は、ええ、この構図はめちゃくちゃ厳密にやってますね。なるほど。はい。そうん、<laughs> か、うん、そう、そう。だなんか例えば、被写体を、はい、もうメインで目立たしたいっていう時は、あえて日の丸にするんですよ。うん,う,んう,んうん、うん、うん。でも、主題と副題みたいな感じでコラボレーションさせたいとか。うん そういうい時には分割を使って、えーまあ、例えば右の方のスイートポイントに被写体を置いて、うん、あの主題を置いて左のスイートポイントのとこに副題を入れると。うんうん、だから例えばそうですね子供さんが左のスイートポイントに置きながら琵琶湖の,うの波,波をこう立ててると、はい、ここにこの2つの力点を合わせるんですよ。うんうん、そこから A 点 B 点走るとか。 そういうことですか。なんとなくですけどね。なんとなくですけど自分が既になんとなくですけどやってるようなのが理論と実践が今かみ合いつつあるようなそうそう多分ねみんな絶対3分割もしくは2分割をやるんですよね。はでそれを意図的にやるかどうかん。ちなみに。

日の丸で日の丸をやり続けるとかうんなるほどあんまり意識してなかったですけどそこをねブレちゃうとそのねそのクリップっていうかそのシーンというかカットが弱まっちゃううそう逆に言うとわざと崩すっていうようなうんうん 特に人物とかはもう基本中の基本なんですか、うん、もしかしてやっぱり、ね、そうですね多分ね、うん、そう映像はうん、動画とかはハリウッド映画っていうのは絶対構図はもうもうガッチガッチですよそうですかううん。そう例えば、うん、自分も研究しているのショーシャンクの空って映画あるじゃないですか いやあのちょっと僕は存じないんですけども、はい、いやすごいね面白いっていうかなかなかねグッとくる映画んでおすすめしますけど、はい、あのねやっぱほらバンさんが何回も見れる動画って言ってたじゃないですかあれが、ね、できてるんですよね。そうなんですすか、うん、ちょっとしまこれねぜひねあのおすすめの映画ですから。うんはい はい、でそこで例えば画面見るときに、うん、セロテープかなんかでもいいん、ね、で <laughs> <laughs> マーキングしておくのそのスイートポイントですね,ね、うんうん、そうすると必ず3分割か2分割で落とし込んできてるからそうなんだったんだ、ね、そうそうそうやってね、うん、映画を見るとあこういう構図でやってんだとか。うん っていうのはね、ぜひね、勉強になりますね。なるほど、なるほど。うん、うん。そんなに、やっぱ素人とプロの違いなんかもしれないですね、なんかやっぱり。うん、多分、そうそう、そこが、うん、プロの場合は、絶対、そこやってくれっていう、ほら。指定が来るじゃないですか、監督から。うん。うん。うん、で。うん、多分、そこが、でも、素人の場合だったら、いや、そこはいいよ、適当で、とか、な、なるでしょう。りますよ。うん。やっぱ、仕事だと。 そういう話になると思いますね。そうですか。いや、ありがとうございます。いや、もうぜひ本当ね、やって。あの、今度聞かせてくださいよ。はい。三、うん、三分割意識してみました。とかまた。そうそうう。お願いします。ぜひ。やりました。はぜひ。チェックお願いいたします。絶対そ、そっちにね、行くはずだから。うん。で、わざと外してるとかね。うん。うん。うん。 そこまではちょっと置いといて、ね、まずは基本をね、うん、そうですねいたいんでうんふ、うん、うん、そうた例えばあるじゃないですか定食の配置とか定食と言いますと、うん、右,右側にご飯で左側に味噌汁とか、うん、はい、はい、こういうのもこうば例えば手前のとこに味噌汁があって奥にご飯とかないじゃないですかないないないそうそういう配置がねははは なるほどそういう配置とかがね多分ね人間が好きなんですよねそういうのはまあちょっと違うかもしれないですけど例えばあとラーメンとかも海苔とかほうれん草とかネギとかがここだろうとそれがなんかぐちゃぐちゃだったら変だろうみたいなそうですよねそう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 それが動画の世界にも当然やっぱり あることね。全然僕その辺わからないんで、いや勉強になります。しかもそれを、じゃあ次回ね。してみました。っててよっちゃんのこのトークの場を借りてですね。また。聞いてみたいですね。ぜひ、ちょっとよっちゃんには失礼ですけども。やらせていただこうかな。いや、そうですよ。やっぱね、よっちゃんの、もうね、この一眼トークはハブとして。あの機能も、すごい重要だと思いますから。はい だって今聞いてるのが例えば高校生とかもしかしたらいるかもしれないじゃないですかスマホ撮って映画をやりたいんだでダ・ヴィンチも無料でできるしねでマニュアルも日本語ができたから周りでやってる人なんかいないんでそしたらあれですよ10年後20年後その高校生が「よっちゃん!」っつってトーク聞いてて。 そそうそうすげえプロカメラマンになったんだよとか <laughs>、うん、そういうね、うん、歴史あるトーク番組っていうのが<ー>なるかもしれない,、ね、<laughs> いやいやいや大げさだ <laughs> いやいや本当とあると思うんだよねうん僕がね高校生だったら聞いてる <laughs>、うん、いやよっちゃんバンさんすげえなとか思いながら <laughs> <laughs> いやいや僕はもう題材にして頂い,いたらいいぐらいで <laughs> あいやいや本当にうんだにそういうね <laughs> あの人もねいるかなとは思うしまあ一人であとねそういうなんかあのー、あれですよねテクニックの発想も、うん、一人で悶々と考えてるよりいいかなと思いますしね自分もあのこうやって発散されるとすごい嬉しいっていうか面白いんで誰かと共有できるみたいなとかね あとあのやっぱ小まわりとか小まわりってなんですか？最近その小まをわあのそのクリップ小まわりですね。そう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 。小まを割るわけじゃない。そうそう。もうあれがねすごい自分は一番苦手ですよ。あそうですか。はい。もうもう感性でやってますわ。最近は細かく切るようになってきてます。うん。 そうあ,れがあれがやっぱ、まあ、作業的にもいっぱいあると大変じゃないですか。大変ですね、うん、長回しであると。うんうん、あれがねやっぱ大変だなと思って。うん、であのうまいコマ割りしてるとすごい動画が面白くなることは現実的にありじゃないですか。うんすあ,ありますよね。要するにカット割りのことですよね。そうそうカット割りですカット割り。 あのー、カット割りっていう漫画のコマ、えー、そうですね漫画の俺話してるね、うん、そう漫画の,あのコマ割りを動画のカット割りに使えないかなと思って前回の一番トークでトークでもおっしゃってましたよね、うんうん、そう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 ,そう、えー、何でしたっけ<う>えと2つ3つあるうちの2つを聞いたんやったっけな、うん、えーっと 何でしたた。っけ？け忘れなんだ自分は忘れちゃった。ああ、なるほどとかと思って、もう一つ聞きたいとかと思ったのに忘れちゃったとか、そういうのを今、ハマってますね。でね、なんなんか化粧点で気をつかなかですよね、確か。ああ、そう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 。めくりだ。めくりめくり。ああ、そうそう。めくりとつかつかみと。つかみオッケーみたいな。そうそうそう。そそう。れあとあともう一つ何なんですかあとなんだったけな、3 なんんか書いてあったんですよね最初のところのなんかインパクト的な、はいうん、だ最初のだ動画で言うと最初の1個目の動画は何、はい、らかインパクト的なやつを持ってこないとダメだってことでしょそうですねそれね、うん、聞いて僕意識して編集したのが、うん、さっきのあるんですよ。あ本当ですか,つかみっていうのをいそうつかみつかみそう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 。 これいつだ？えっ、ー、と今日今日かなあのターザンロープのね、はい、公演<園>、えーえー、公演じゃないや遊具の動画を撮ったって、えー、ただ単に普通に編集してたんですよははつかみっていうのを思い出して一番動画の先頭に、うん、も,うもういきなりその何を見せたいかっていうクライマックスを持ってきたんですよああなるほどなるほどロープでバーってい、ね、うねうんうんうん三秒ほどですけど あで3秒の,あのターザンのロープの遊びが終わって、うん、でその後に説明をしだすというね。あ本当だいや<当>いいですねこれ。そういえば他のユーチューバーさんもその動画の中で一番痛いところのシーンをボーンって前に持ってきはるのをよくやってはるなーっていうのを思い出して10<ー>やってみようと思いましたね。<laughs> そう宮下さんの掴みっていうのを聞いてやってみたのこれなの。おいや、すごい。見てます今。でも、めくりっていうのは難しいですね。そうそうそう、めくり。難しいですよね。すみません、よっちゃんを差し置いて、僕と見て。はい、いいですよ、いいですよすいません。めくり難しいですね。難しいですね、本当。ネタをちゃんと用意しないといけないというね。うん。 あんまり散らしてもあるでしょうしね。そう,そう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 。うん、そ,そこが難しいですよね <laughs>、うん。なんかね、最近ちょっと映画見て、その、あの、カット割りがうまいなと思った映画がね、あの、ロッキーって映画あるじゃないですか。うんはい、その最近、あの、最新版のクリードだったかな。なんかその、うん、そういう全く新しい、なんていうの、ロッキーの映画見たんですね。 ロッキーに新しいのはあるんですか、うん、あそうそう、ロッキーな、えー、長い、えー、っとね、最近なんかロッキー六かなんかで確か一旦終わって、六まであったんですかそうそう、長いす,んんすごい長いですあれ。そう、自分大好きでよく見てんだけど。ロッ,キーはロッキーだとしか思ってなかった。<laughs> ああ、そうですか、いや、あれね、六とか、すごい長いですよ、うん。で、それでね、 あのー、すっごいうまいなと思ったのが最近最新のやつであって、はいえー、でそのクリードが試合をして、えー、あのー、全然ボロボロでダウンしたん、まあ、カットで終わって、うん、次そのクリードがどうなるんだろうって思いますよね。どうなるんだろうとかこう,、うん、こう思わないでカット割りっていうのはどん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 バーってくるじゃないですか。そう思わないあ、うん ダウンしたって言ったときに次、クリードの顔から来るんですよ。うん。うん。クリードの顔で、ちょっと呆然とした、こう、なんてうの、家に帰って、うわ、失敗したみたいな。うん。うん。その、そういうめくりの、この、うまさ。うん。すごいな、と思って。やっぱ、くすっと笑っちゃうわけですよね。そこで。うん、この動画が来て、この動画っていう、この、動画運びっていうんですかね。うん それがね、本当に大事だなってね。動画運び。動画運び。ただ撮ってりゃいいんだよっていうことではないというか、うん、その編集の大事さ、すごくね、本当ね、あの、痛感しましたね。そうですか。難しい。うん、あのね、YouTube の機能で、ええはい 自分の動画平均何分見られてるかっていうね。<ー>うやってできる機能があるんですけど。あ,あ本当ですか。やっぱりね、最後まではね、皆さん見ないんですよ。何分ぐらいですかね一1分とか2分とかでさられる方はもうん、うん、多いですね。ああ、そうですか。そ,それを見て、やっぱり、最後まで見ていただくには、えー、どうすれば、 次どうなるんだろうっていう提供ができるのかっていうのをね最近ちょっと意識しだしてるんですけどいや難しいですねやっぱり自分本になってしまうんで動画って例えば自作融合を見せたいにしてもそれを見せて終わりにどうしてもなっちゃってどうなるんだろう最後まで見てみたいっていうのがなかなか維持できない難しいですよそうですよねうん。 最後のその結末を見たいっていうふうになんなきゃまずいってことでしょだから動画作るまず。まずいって言ったらいいだと思うんですけど。まあ、そうした方がいいじゃん。そうしたら、ね。うん、やっぱりの自分の言いたいことが伝わるわけで。そう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 。うんうん、だってそのために編集してここまでってゴールを決めてるのに、もういつもの、例えば、 そうですね <laughs>、うん、実際解析してみたら、うん、多くの方がね足立ち去ってるんで,、うん、でやっぱりそういう動画になってしまってるんで、うん、あ大きな課題なんです。めくりっていうのはね<ー>いい言葉だなって思いましたね。っていうか自分も本当にねあのなんか最近あのハロウィンの動画を撮ったんですけど、えー、あれでね もう、ね、あの人が多すぎて、はい、ど,どなんかもう撮るものがもう全部一緒になっちゃったんですよ。<laughs> うん、あかかります分かりまますすそううい、ん、動けないから場所変えられないそっち行きたいけど <laughs> 人が多すぎてんかその駅の方から撮りたいんだけど撮れないみたいな <laughs>、うんはい、それで、うん、どうすればいいかなと思って、うん、でそれでねあのハロウィンをなんかちょっと。 と違うインパクトあるにはどうすればいいかなと思ったやり方を考えたらですねあの,、ええ、あのなんていうのか、えー、なえっと何ていうか A の動画と B の動画を混在させた動画を作ったんですよあそこでご,ごまかしたかあっち行ってこっち行ってってわ、うんうん、かりますわかります、うん、たまにそういう動画ありますねありますよねだから<前>例えば東京から えーと例えば横浜の方に行くどうあの車をずっと運転してるシーンを、うんまあ、B だとして、はい、でその B を流してる上でいます、ね、うん、えーとねえー、となんかその顔をジョーン、うん、ジョーンジョーンってなんかね似てるやつを出すとうん,うんあんまりほら違いがないから、うん、面白くないでしょ。 うん、でも、こうこ、この東京から横浜に車で動いてる映像を出しながら、自分のその、例えばなんだろうね、その過去の思い出を出すとか、映画だったら例えば、うん、昔の小学校の頃思い出しながら運転する小学校のシーンを出して、うん、で、車でこう動いてる。で、また中学校の思い出を出してとか、 うん、すみませんなんていうタイトルですかえっとねあれですねえー、っとそう自分のなんていう作例の方のやつなんですよね、はい、でそれ2本しかまだ出してないからもしリンクでえー、っと2016夏渋谷じゃなくてあれそれそれそあこれああそれ,あれあじゃ,じゃ、ね、それ夏じゃないですよねあその後ジアンクレーンがいっぱい続いてあそれはですねなんかテスト的なやつで最近ねあの作ったんですよ、ね アップされてます。アップ、え、二本してます。でね、当時は最近が映画でのショット練習、未完成版小回り包み。あ、あ、そのチャンネルじゃないやつ。このチャンネルじゃない方。うん。えっとね、どこにあるかっていうとですね。えっと、よっちゃんの最近のトークのところで、作例みたいのがちょっと出るんだけど。よっちゃんのと。うん、ね、あの、リンク貼ってもらってるところが。概要欄に。はい。概要欄にな。 えっと最近のヨッちゃんのやつでですね。ヨッちゃん宇宙カメラ雑学団の天体じゃなくて一眼動画トークの70ぐらいですか ?70 とか多分70とかあると思うんですか すませんうんとそこでリンクのところいやどん点じゃなくてもうここ最近のやつでいいですそうですここ最近の方がですもうここ最近のやつで宮下さんのやつのところに2つあるでしょ二つリンクがあしまったちょっと待ってくださいはい。えっと二つリンクがない一つしかないあだから最新のやつですね最新のやつですねこれはね何番だったかな七十二七十。 の失礼して、その映像作例あこれチャンネル登録させていただいてなかった。あ、いや、そ,それ最近ほんと出して、あ、そうですか。ええ、はい。まだ日本、日本しか本当そうですね。これのハロウィンのほうですね。<laughs> そうです、そうです。ハロウィンで、そう、あんまりにもネタがなかったから、そうやってごまかした <laughs>。わ、ほんとハロウィンの映像だ。そう。出ますはい、うん おお、そう、それでパンしてる背景が、なるほどそうそう、うん。出るでしょ。はいはいはい。うん、<laughs> なるほど、なるほど。こういうことですね。そう,そうそうそう。はい、そうやって、もうあんまりにも人を、 もうう人の出てるやつしかそうです、ね、これを<う>このパンのやつ流されたらもう例えば、うんうん、そうですね10秒でもういいやって思っちゃうかもしれないですね。そうなんですよだパンだけとか人だけと同じことを繰り返してるだけだと面白くないじゃないですかやっぱり。でそれでどうすりゃいいかなと思って、うんうん、それをえっ、ー、とあれですねその編集のところで重ねて動画を。うん でそれでき切り刻んでですねまあこれでなんとか持ちますよねなんとか、うん、あれと思うじゃないですかそれ今後もねそれ使っていこうと思ってその技 <laughs>、うん、<laughs> 結構ごまかせるという <laughs> そうそうそう,そうだからスタビウォークでこうただ普通に歩いてるだけじゃなくて <laughs> そのスタビウォークで、まあ、まあ歩いてるものもあってもいいんですよ でも、なんかネタがない時とか、歩いてる上で、重ねると、うん。<laughs> で、その時に、重ねる時に、違う対局してるものの方が。多分、いいですよねあ。本当はこれ対局してますね。そうなんですよ。うん、同じ方に、方向にパンしてたりとかしてたら、ダメですよね。<laughs> そう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 。うん。何やって、何だ、これは。そう、そう、そう、そう。そう、だ、例えば風景のところ、流してるんだったら。 ええともっとなんかアップしてるものですよね。うん、うん、うん。その方が見てる方はあの自然に見れる。なるほど。うんもうずっとパンしてるだけとか人だけだと <laughs> <laughs> 苦しいじゃないですか見てる方が <laughs>、うん。いやでもこれしし渋谷ですかこれ。いや人。こんななるんですか。いや本当人が多か。すごかったよ初めて行ったけど。 で <laughs> あのー「うん、ハロウィンに行ってきた行ってきた」え「え何それどこに行ってきたって最初 <laughs> こ<れ>そうと思これを見て分かりましたそういうことですねそう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 だ例えばお祭りとか、はい、あの年末年始とかの感じぐらい人がいるっていう感じでしたねえーうん、日本なのに <laughs> そうそうそう日本なのにね <laughs> うんそう で自分はね、もうね、夜の,、まあ、あの終電とかオーバーしない前に10時ぐらいに帰っちゃったんで、ええええ、意外とそんなになんかマスコミが騒いでるようなイメージはな,かっなくて、うん、結構なんか爽やかな感じだったの、ねええ、これ、渋谷特有なんですか、これは。他の、例えば新宿とかではやってないというか。多分、ないっすね、これは、うんね。自然とこうなっちゃったんでしょうね。自然と。本当本当にね、人がすごい。 うんあもう本当にね身動きできないですよ行ったら、うん、あ,ありがとうございますでねそこでちょっとまたね一つ発見があったんですよスタビウォークの、えー、スタビスタビですよね、うん、これねそうそうスタビウォークで例えば普通にスタビウォークで歩くと <laughs> いつも人の後頭部しか映らないでしょはい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  だから、これじゃまずいと思って、ジグザグに歩いたの。うん、あの、うん、お尻ばっかりっていうことでもなさ、な,ないですね。そうそうそう、なっちゃうから、ジグザグに俺歩いたんですよ、そこ。ジグザグ。そうそうそう。もう後頭部しかこれ取れないから、うわ、ハロウィンせっかく来たのに、後頭部だけじゃやばいと。<laughs> <laughs> と思って、よーち、そう、ジグザグ作戦と思って。<laughs> っていうような歩き方どうですか、えー、しました。今まで。ジグザグはないです。<あ>ジグザグおすすめ。えー、<laughs> の、危ないですけども、<laughs> 後ずさりで。撮影したりとか、よくあります、ね。うん、危ないですけどね。ジグザグしながら、手首を少し回転するみたいな。<laughs> <laughs> やつで、もう本当に人が多すぎてね、満員電車乗ってるような感じでしたから。すごいな、これ。うん、これはもう後頭部しか撮れなかったら意味ないじゃんと思って。まあ、そうですね。うん、そうそうそう。ね、それで、ジグザグ手首回転、うん、カメラワークっていう技をちょっとやってみました。<laughs> <laughs> うん、そう。でいろいあれですよね、本当あの、ジンバルって、いろんな ほんとカメラワークが無数にね、うん、あ,のあるなってね今日もね行ったんですよ撮影、うんうん、どこですか、うん、あの鎌倉の方に今紅葉で綺麗かなと思ってですね、うん、まだそんな紅葉が入ってなかったけど、うん、でそこで、はい、今日ね発見したのが、はい、前よっちゃんに、うん、あの教えてもらったのはあの壁とか あの電信柱に体をつけて、うん、あのやるとぶれづらい三脚カメラワーク、はいうん、でそれプラス今回やったのがあのバンさんもなんだろうなジンバルの,、えー、あのジンバル用の三脚でマンフロットのあるじゃないですか自分もねあのやつでスリックの使ってるんですよもう全くあれと一緒です。で あれを自分の胸元にガッてつけちゃうんですよ。ああやりますはい。あれいいですねあれね。その呼吸がね、うん、伝わっちゃいますけどね。そうそうそう。<laughs> うん、呼吸を殺して自分が三脚になっなってます、ね、そう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 やりますね。うんあこれだか今までそのあの自分のあなんていうの三脚を折りたたんででアイスクリーム持ちっていうの、はいうん、あれやってたんですよ。 <laughs> でもなんか三脚っていうかやっぱり歩くときにはいいんだけどちょっと三脚的にやりたいなとか、うん、ちょっと軽いクレーンショットみたいのはい、はい、やりたいなっていう時は自分の体にその三脚を開いてドンと置きながらやるとすごい安定するなと思って。はいはいはい、あ開くんですね、うん、僕は<く>ベルトのとところにに本まっっすぐして突っ込んだりとかね。うん あ<ー>、うん、あ、腕腕のね、疲労を軽減させたりとかっていうこともありますし、ああ、そうそれもいいですよね。うん、うん、ずっと持ってると本当すごいしんどくなるじゃないですか。うん、そうですね。うん。だから自分もねストラップを三あのジンバル自体につけようっていろいろ今こう探してるんですけど、うん、でそういうふうにねやってる方もいて。 そうそう H2 をねあのもうなんていうのかばんみたいに<ー>あのストラップでつけてんですよ。あの鎌倉ということはもしかしてジンバルオフ会か何回に行ってこられたんですかうん、うん、に行ってきたんですけどちょっとあの時初めてその自分のカメラ来た日だったんでちょっと使い方があんまり分かんなくてね。ああおっしゃってましたね全然ね。 うんわかんなかったがちょっとリベンジしにちょっと行ってきました。あそうですか。はい。オン州も何かあの集まりで集まってあったんですか。ええっと最近だとね埼玉の方に何かじオフ会であったちょっと自分は行けなかったんですけど。本当ですか。うんそう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 ジンバルといえばねうんのもういっぱいネタありますよ本当にもいや本当にねうんびっくりですよ僕も うん、いろんなやり方があるんだなと思って、本当、うん、にね、うん、まだ、ね、そしてジアンクレーン良さそうですね。うん、あ、ジアンクレーン本当楽。<laughs> いいですね、うん。まず一番嬉しいのは調整沼がない。いや本当それいいですね。でしょでしょ。それ <laughs> もうね,ね僕も僕もその。 シンプル BGC の調整沼がいまだに続いてましたねこんなに別に付き合うつもりはもうとないんで <laughs>、うんうん、ネタにはさせてもらってるんですけどね動画で最近でも取り上げて、うん、最近の設定とか言ってなんか <laughs> うん偉そうに言ってましたけどもあの別に調整をやりたくてシ、うん、ンバルを買ってるわけじゃないんで <laughs> いやそうなんですねあれだって時間かかるじゃないですかはい。 平気でで時間ぐらいは絶対かかるししょよこれでいけると思って行ったら現場でねなんかうまくいかなかったりとかねあるんですよ。そうですよねちなみにジアンクレーンでもちょっとあれおかしいなっていう時現場に行くと例えば左にちょっと傾くとか水平がいまいちだっていう時がやっぱあって。 その時にもそのスマホでちょちょちょで終わりだからええほんとそこはいいですねあそうですかねこの前現場でもうニッチもサッチもいかないトラブルに見舞われたことがありましたねいやほんとそれは大変ですよね今んとこないなで自宅でシンプル BGC つないでもうリセットあのリセットこのリセットってやったら治ったんですけどああ 取れなくなるっていうのがあの初めて起こったんで非常に困りましたねその時は。んかあの季節とかあったかいとか寒いとかでも反応もいろいろ変わるじゃないですかジンバルって。だからそこが大変ですよね。<laughs> うん、まあでも、まあ、あれですよシンプルみたいなほど追い込みはかけれない。 ですけど調整の幅がそこまでないから、うんジアンそうそうンジアンクレーはでも調整がそこまでないけど、でも結構モーターパワーはそこそこあるんで、まあ大丈夫かなって感じですね。うん、うん、だからまああと前もよっちゃんが言ってたあのなんですかあの左に回る時のその 遊びを大きくするとか、うんデッドデッドバンドですか、あそう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 、それも本当すぐできるんでね、うんうん、そうあれいいですね、本当にあありましたねそんなね、僕も最近調整しました、あ変わりました？変わりましたよ、あのやっぱりねもうちょっとデフォルトよりももうちょっと広めにしておいた方が良かったですね、あですよね、ね。 その方がいいと思うデフォルトだとメーカーとしてはちゃんと動いてるよみたいなのを納品しなきゃいけないかもしれないけど現場だとそこまで動かれるとあんまり安定しない映像になりますもんね。なるほどあれいいですよやっぱもう本当。やっぱね大御所のねあれですよねセッティングだみたいな感じはすごいしますよ。 さすがもう本当にねこれねさっきねいいですか僕たまには喋ってすみませんすいませんいいですかねはいお願いしますえっと宮下さんのハロウィンのパーティーのちょっと動画見たんですけどあありがとうございますまああのそのカット割りとかねそのこうシャッフルするとかまあまあちょっとそこさておきカメラワークだけでちょっと話するとね えーうん、まあ結構ほら特徴的な群衆の中で特徴的な人たちがいるとかっていうのを、まあ、いわゆるその歩き取りもしくは何、えーえー、だろうパン、うんうん、で追っかけてるわけじゃないですか追っかけてるんじゃないなそうですねそうですね。 映像はスタビ歩きでこうとことコ歩いてるのにその被写体はピタッと止めた方が視線が目に行くと思うんですよ。それかそれができないんだったらもうフィックスジンバルをちょっとこう群衆だから片手にこう持ち上げて三脚のように止める。の方が見てる人は。 まあだから見方によっちゃねうん、うん、ただでさえ1秒2秒ぐらいでパッパッパッとこうシーンが切り替わるんで、うんうん、う追えないやもうまさにそうですよ。だからどうしてもねジンバルで、まあ、変化をつけたいんだったら動く。 ねうん、自分が動くと、えー、その特徴的な人たちもスクロールしてしまう、うんはい、で目で鑑賞者が追っかけようと思ったら次のシーンに行ってしまう、うんうん、そしたら結局どこに注視すればいいのかっていうのは鑑賞者がわからないんで、はいうん、もしパッ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 とこう切り替えでいくんだったらそこを止めるように、うん、ジンバルでもう三脚風に使うのか、うん、もしくは動くんだったら 背景を動かして変化を与えたいんだったら、うん、人物は止めるような旋回をする。うん。そうです。そういうバリエーションが圧倒的に少ないんですよ。うん、それをね、多分全く意識されてないと思うんですよ。あのね。ちょっとね、一例を見したいんですけどね。あ、はいはい。僕のあの。えっと、メインチャンネルの方で。柳の、京都の柳って動画あるでしょ。これちょっと、お二人、開いてもらっていいですか。はい。これのね。うん。 一分十秒ぐらいから再生してほしいんですよ。はい、京都の柳でしたっ,けっと、うんうん。まあ僕のチャンネル行けば二 <laughs> 番目にあるんで。京都の柳でできますね。うん。それで一分まあ十秒ぐらいから。ね。一、ねうん、分十秒目。うんはい、はい。でね見せたいところは一分十秒じゃなくてとね一分十四秒のところ。 うん、一緒なんですけどね、うん、14秒あ回転してるあ若者がはいはい、はいうん、5人6人ね、はいうんまあ、ほぼ止まってるじゃないですか車屋の中で、はい、そうですね、うんうん、だけど、えー、歩いてるんですよこれは結構なスピードで歩いてるんですよこれをすることで若者に目、まあ、視線がいった目っていうのは そのまま固定されて背景は動いてるからそっちに鑑賞者は目をやろうとあんまりしないんですよね。要はスチル写真で花にピントを合わせて他ぼかして他にはもう目いかさないようにして花だけに注視させるみたいなのと一緒で動画の場合は周りを動かして鑑賞者がそこに目をいかないようにして止まってるものに目をまあ 向けて安定させようとなるほどこういうこういう感じの映像が宮下さんの中になかったんでいっぱいカットがあったんだけどね僕がもし多分渋谷でハロウィンパーティーやってたらまあ歩くんだったらこういうのを対応すると思う。なるほどそうですね うん。なるほどな。あ皆さん、ちょっとよろしいですか。じい僕だったらね。こういうアプローチをするってのは、ちょっと、言い、たいんです。あ、俺。皆さん、その動画を見て。はい。あのね、こんだけ人がおられたら。そうそう。あのね。の、話しかけたら。それなりに、いい、ノリで返してきてくれはる人もね。多いと思うんですよ。あ、そうですね。そこで。うの。 話しかけて、うん、ああだこうだそ、うん、別にインタビューじゃないですけれどもあーーあのギャハハ,ハでとかワハ,ハハでいいんでちょっとしたコミュニケーションがあるようなシーンがね撮れればなってね思いましたね。うん、自分がこれねできるかどうかわからないですけどもーーやこんだけ人がいたらねやってみたいなって思いましたね。そうです、ね、でででですすねききるる雰雰囲囲気気したよ この間撮られたあの佐々木さんって方が、あのそれをやまさにやってたんですよね。あ、そうなんですね。うん、もう彼はね上手なのよ、そういうのが。ああ。うん。うん。そう。なかなかなかやっぱまあ難しいっちゃ難しい。ね、で動画ってやっぱりあの同じものが続くとね、つら、うん、いものがあるんで、うんうん、やなるべく多彩な見せ方をし,した方がいいのかなーなんてね。うん いやまさにそうですよそこで俺はもうなんかもうこれはもうまずいとそこでカット割とそのショットのアイデアを盛り込まないといけないってねもう本当にね、うん、もう、うん、いい勉強になった動画の一本でではあるんですよねだからね、うん、まあいろいろカメラワークもいろんな種類あるけど結局 うんうん、何か止まってるものがあった方が安定しますよ。今回のこのハロウィンの動画は、うん、まあ言ってみたら大体こうパンしてるそ<う>8割あ要はうごめいてるんですよいろんなものが被写体がね。だから本当は止めたほうがいいんですよ。 止めた方がその動きが際立つんですよねだけどそこをあえて動かすっていうのは結構それなりの覚悟は必要でただ単純に動かすだけだとざわざわ動いてるその動きせっかくの動きっていうのが殺されちゃうんですよねそのカメラの振りによってね。だかから何を止めないと せっかく動かすんだったらさっき僕が言ったように、そういう何かを止めないと生かせないそうですねだから難易度が高いと思うんですよねいや高いですそこフィックスじゃなくいくとしたらねそうそうですかなるほどだこういうコマ割りカット割りって本当に大事じゃないですか ねうんていうかいや今の僕の話はカット割り以前に撮り方ですよ。とまあ今だから多分コマ割りっていうのはリカバリーじゃないですかそのままずーっとこうパンばっかりの映像だと飽きちゃうからじゃあ、えー、小刻みに刻んで,でシャッフルしましょうっていうねカット割りのまあリカバリーじゃないですか<ー>、うん、だけどもっと撮影の原点に立ち返るともっと見やすい映像にするんだったらコマ割り以前にその撮り方ですわね。うん 全てが動いてる映像っていうのはやっぱり鑑賞者が見てて疲れるし動かない方がいいんですよ多分街中かで動かん方が良かったっていうのは結構何回もね後悔してるんで僕もねそうですよねうん。 全く動かないものを撮る場合例えばイルミネーションとか動かないじゃないですかこれからの季節ねイルミネーション撮りたいんですけれどもそういう時は自分動いたらいいですよねそう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 ああ動きながらもイルミネーションがもし主題だったらそこを止めるとかねだから今回の柳のさっきの動画でも柳だけを止めて他のやつを動かすってこと結構頻繁に使ってるんですよああなるほどね。そしたら柳に目を かさざるるをを得なないいいみたそうう状況作ってんですも結構難しいですよね例えば「もみの木のイルミネーションがありました」と。でそれを撮りたい時にそれは動かさずに背景を動かすって相当なスピードで自分が動かないと。まあ間合いとかあと焦点距離によりますよね。そな頑張らくていい望遠だったらになればなるほどいっぱい自分が動かなくちゃいけないし。うそ だからズームレンズがあると便利ですねズズームレンとあとコントローラーグリップのコントローラーが一番微調整できるといいんですよねスピードがねそうするとすごくやりやすいですねうんそっかうんちょっとね撮ってみたンイルミネーションがねありましたねこれからの季節ねいい季節になってきましたよ夜の ほんとそうですね街中ピカピカ光ってますからねですよねイミネーションもね結構軌道差があって難しいけどねああそうなんですねうんそっかまあ多少飛ばすのかうん まあ要はイルミネーションしか映ってなかった点々しか映ってなかったら周りの状況がどういう状況でそのイルミが光ってるのかっていうのが分かんないからね、うん、まあそうですねやっぱり周りの状況も分からないと多少はねうん,うんそうだから露出っていうのが結構、うん、飛ばさなさすぎてもいけないし飛ばしすぎてもいけないしねうんうんあでですう、ねええ、で今ちょうどう本ぐらいあのー。 編集前の動画があうん。で、まあ、それを教訓に、あのー、したいなと思ってるんだけどそのほらなかなか難しいからカット割りっていうのも、うん、簡単に考えると例えば動きがある止まってる、えー、動きがある止まってるみたいな並べ方でそういうのやるといいと思いますかね <laughs> 編集ど,どう思います編編集集これから編集するとで 例えば渋谷のやつはもうずっと全部動きっぱなしじゃないですか。うん、うん。動きっぱなしだの連続じゃなくて動いて止める動いて止めるみたいなそういうなんていうのかなこう、うん、メロディーみたいな。うん。僕ではちょっとわからないですね。うん、よっちゃんどうですか。いやあ<う>バンさん役にどうですか。僕ちょっと、えっと、あんまりそういうの経験ないな。もしかしたらですけれども見てみないと何とも言えないですけれども、うんはい、やっぱりそれもちょっと忙しいのかなっていう。 思いがありまうん。よっちゃんはこのほら柳のね作品はどういうこう順番とかで順番にしてのこういう小回りとか。いや結構適当ですね。ああほんと。あんまりだってそもそもストーリーがないんで。あいうかストーリーを別に求めてないんで。うん ななんとなくじゃあその時の編集のフィーリングみたいな、うん、飽きないように並べてますあ<ー>、うんあの、ま、んマンネリにならないようにはい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 、うん、なるほど焦点距離とか、うんうん、その寄りとか引きとかねああミックスしてるってことですね、うん、じゃあ、はい、ストーリーはないんでねああなるほどミックスですねうん僕はねああ いやちょっとそういうねちょっとあのカット割りをねちょっと今度やります次の2本やってるのが、まあ、飽きさせないだろうなみたいなそ,そういう観点でね、はい、うんやってます。<laughs> うん,うんなるほどね。まああとあれですよねこのカットの引き渡しとかもすごいよくできてるのがこのタクシーのとことかすごいですよね。 あの、何分目ぐらいですか。えっと、時間で言うと1 3、一分三四秒ぐらいですね。うん、この間、トークで出しましたね、それね。そうそうそう、これね。えー、こ,これ。ああ、いいですね。これね、バンさん、どう、いいですよね。これね。あのー。まあ、三脚かな、三脚かなと思うんですけれども。うん、タクシーが迫ってきて、光が徐々に変化して。通り過ぎていく。んですよね。はいはい、で。 立いやあのんかそのカット割りの時に動いてるところですすがね立体感で出てま動いてるんでその光のこの光が光が動いてるんですよタクシーのヘッドライトで。だから背景動いてないのに立体感が出てるんですよそこで。 すごい,い,いアイデアというか、う常に何か、あの。動く光るものを探してはりません。うん、そうですね。動くもの、光るものは探してますね。ねうんで、そこで、その編集をカット入れるっていう、このタイミング、は俺ね、いいと思う,う。まあ、うん、中途半端かもしれないけどね。もう、ね、のうん、もうあの。カット割り云のよりも、やっぱり、もう、これ現場だと思いますよ。宮下 <laughs> さ,さん。 まあ当然当然うんそのやつを収録しないとダメですからそのねネタがないとねだから考えながら後々のことを考えながら撮影しないとダメだってことですよねだいうんい動,動いてるもの止めてるものみたいにちょっとそういうのを今日の鎌倉はやったつもりなんでうん うん、どうなるかなう、うん、ちょっと、うん、ちょっとまあちょっとこう,うね進歩できたらいいなと思ってるんですけどうんかか過去より進歩していきたいんでねうん、うん、こういうやっぱこの切り方がいいなやっぱりうんでしかもあのたまによっちゃんの動画の中で、はい、全くあの動きのない シーンもあったりしませんあ写真のようなやつうんそうそうあれだからこれ意図的だなと思ったんですよだからそれも飽きさせない工夫なんだなって全く動きのないっていう動きがあるんだなああ面白いねそれうんああそうですねなるべくたくさんのバリエーションを考えておられるんだなってねああそうですね思いましたねやっぱそうな うん、バリエーションまさにその言葉ですよね。うんうん、現場でのバリエーション。うん、うん、うん、そうですね。うん、そのだからバリエーションっていう引き出しがないとえ。 ずーっとほらパンしすればいいだけになっちゃう。うん、そうただただスライダー使え宴会っていうわけじゃないですしね。ちなみに言い訳すると、うん、言い訳するとですよ、<laughs> ハロウィンのは人が多すぎて。うん、<laughs> これ三曲立てる間もないんじゃないですかいやもうぜ、そううのも本当に人が多いそ。それはね、ちょっと言い訳させてくださいよ。うん、<laughs> 志しありますから、自分もいい動画を作ろうと。 うん、<laughs> パンだけすりゃいいやと思ってつもりで撮ってるわけじゃないから <laughs>、うん、だからちょっと、うん、今日の鎌倉のリベンジ頑張りますから編集もうん、うん、でねあえてよっちゃんみたいにこう全く動かないみたいな動画も撮ったんですようんそれをどうやって並べるかってことですよね撮ったら。うん、うん まあそうもう一回話戻るとそのバリエーションの引き出し、うん、っていう語彙みたいなものをちょっとこれから増やしていきたいと、うん、思ってるんでそうですね、うんうん。それあった方がいいですよね、うん、必ず。あとね,うんねバンさんのねえっ、ー、と、はい、これ何あのなん,なんていうんだこうロープ。 ターザンロープです適当にそんなタイトルつけましたこれのカットのつなぎはすごくいいですねえや本当ですかやったすごくいいですねあさっきも話して出たと思うんだけど最初に結末が出ててでね木漏れ日のね2カット目のところにね木漏れ日でこうサワサワってこう上で多分ね葉っぱがこう揺らいでそこから光がねこう漏れてねうん あのねやっぱりこのテーマって言うたらローープでとね降りるだけのテーマなんですよだからこれもやっぱりバリエーションがね必要だなと思ってどういうふうな引き出しをたくさん提供しようかなと思った時にやっぱり逆光で光が子どもの頭にね。 跳ね返って。あちなみにこの頭のねあの跳ね返ってる光のこと境界用語バンさんご存知ですか？天使の輪ですか？いや違います。何て言うんですか？あのそのあれリムライト。リムライトって言うんですか？これリムライトって言います。ああそうはい。全然知りませんでした。自分でちなみに自分の動画は使っあ一応使ったことあるんです。リムライトっていうのあるんですよ。はい。 これいいでしょ。いいですね。そうなんですよ。うん。うんだ縁の光縁の光なるほどなるほど。うん。それをね、うん、そう縁の光をね意識しました確かに。うん、これリムライト技。へえ。いやでもこれ難しいですよねリムライトって実際ね現場で大概あの逆光はあの顔がね真っ黒になったりとか。うん。えっこれモニターを ちょ合わせながらリムライトにしたってことですかジフォーのジョージプレビューのモードで液晶を見ながらあ<ー>、まあ露、露出補正で三、えー、段階ぐらいプラスにしたのかなああ、なるほど、はい、いやすごいよね、うん、これ何最後カメラ落ちたんですか最後カメラ三脚が落ちたあの三脚がぶっ倒れてます <laughs> ああ あのまあしょうがないですねあこれいいのもわざとやっぱ失敗だったんですけどもカットしようかなと思ったんですけどまあこれも面白いかなと思ってなるほど引き出しの一つで三脚ぶっ倒るシーンをぶち込みましたうんそうかいやこれいいですねこういうやっぱ工夫されてる動画っていうのはほんと面白いもんね やっぱこの最初のほんとつかみの後話し出すだけでもすごい自然な感じがするんですよね。逆に言うとね、うん。いや、すごい。ほんで三脚ぶったるてね、もう顔面蒼白だったんですけども、うん、もね、<laughs> あの、ここは笑顔で行こう思ったんですよ。うん、もう子供にそんなこと思わないし。うんあ <laughs> あのあ<ー>仏の心で <laughs> <laughs> 大事な大事な G H フォーくあのあ<ー>地面にぶち当たったんですけど、うん、まあ大丈夫でしたねなるほど、ね、あー、うん、あこれ G H フォーですよねはいそれはあのパンさんあの G H フォーで,、うん、でっていうかパナソニック今回僕初めて買ったんですけど。<laughs>

自分はなんかシネライク D っていうのに使ってるすバンさん何を使ってんすか最初の頃僕もシネライク D 使ったりとかしてたんですけど最近はもうずっとスタンダードですあ、スタンダードはいあそうなんですかまた、なんでじゃあスタンダードを使えるのそういう雰囲気の動画を撮りたい場合はシネライク D もいいかなとは思ったんですけれどもああその場合はその伝えたいものが ぶっちゃけると映像っていうよりもこの場合だったらターザンなんですよターザンロープなんですよああなるほど主題が映像ではなくてああはい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 なるほどねだからそうですねそこでシネライク調のやつをでらもう うん、ちょっと違うだろうと。ううとああなるほど。いやー勉強になりますよもう本当いろいろやっぱ皆さんやっぱ考えてらっしゃいますよね,ね。たまにそのトーンをいじりたい時はんていうんですかねこうノスタルジックに訴えかけたい時とかそのあ<ー>動画の内容であった場合はうん、うん、そういうトーンにしたことがあります。 なるほど。いやー、なるほど。ほど部分に意識したりとかしてる、それで,いいです <laughs> なんかはい。うん、いやいやいや、すごい。って,ていうか、G-H4 って本当いいカメラですよね。僕はうそう思いますけれども、ね。いやー、僕、で、うん、僕が最近買ったやつもほとんど G-H4 だと思うんですよ。うん うん、GH4 に手ぶれ補正がついて、えー、ログができないみたいな、うん、うんでパナソニックってすごいんだなってねほんとおもうねびっくりしましたうん,うんだからちょっと GH5 はい自分はねあの多分買いますねやったー <laughs> 買いますよ多分、うんはい、楽しみです、うん、10ビットはい 10ビットトオーーフォーカスでですすねそう、はいね、よっちゃんが α6300、うん、使ってはるじゃないですか α 7 s 2も。うんうん、2> でのやっぱりねこの能力を引き出すには、うん、なんていうんですかねやっぱりそれなりのスキルがいるかなと思って。 で、僕もね、はい、アルファ6300一瞬考えたりとかしたんですよ。うんうん、ああやっぱり。GH4 全部ぶっ払ってでもねあ待ってよと考え直したんですよ。僕は今アルファ6300とかアルファ 7S2 買っても、はい、なんか一緒のような気がしたんですよ。ああはい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 ないあい。 取れるんかいなってね。いや、そうですよ。じゃないですよね。いや、僕も。そう、だって、それがなかったら、さっきのパンフォーカスだけっていうのはね。しかも、ようやくね。2年ほど使って慣れてきた。ああ、スの習熟度が。まだ一からになって、これ、いや。もう、下手したら、マイナスなんじゃないかなと思って、それで。そんなね、あの。マウント縛りを乗り越えてまでね。ソニーに乗り換えるってことはね、もう。 考え直そうやめとこうっていうふうにね思ったんですね。良かったかもしれないねそれは。そうですよね。だ自分ももうマイクロフォーサーズで行こうっていうふうにも決めてますから。もういいカメラ出てたびにその全部マウントもやってられないし、うん操作も覚えられないしね。なんでねそうふうに。 そうソニーもね絶対ね α6500 出たらすごいはずですから絶対欲しくなるのは当然ですよ、うんうん、でもまあそう言ってても、うん、自分のその映像を頑張りたいっていうのはまあ自分のカメラでリカバリーしないといけないと思うしねうん、うんうん、ちょっとそれをねちょっと頑張ってみますよ多分ね うん、よっちゃんは GH4 の絵作りはよっちゃんの好みの絵作りじゃないと思うんですよそうかな違いますかよっちゃんいやうんどうなんですかねいやログが撮れれば、うん、な,なんとでもなるような気もするんですけどねカメラのせいじゃないってことでしょよっちゃんみたいのはうん、うん、まあ僕はソニー使ってるのはやっぱり夜が結構自由に撮れるんでああいや夜強いですね、うん それはありますねそこだけですね絵作りとかはもうんか後処理でねもう原型とどめないぐらいなんとでもなっちゃうんであんまりそこは気にしてないですねそうですねでもねその GH4 なんですけど残念な絵になることも多いんですよ正直あそうですか本当のピントがね もうそれこそ初心あ,そ、うん、あの初心者ですよ、うん、本当にピントがダメだったりの、えー、なんじゃこの露出はって言ったりなんじゃこのブレはっていうようなねうん、うん、円になることもあるんですっていうかそっちの方が多いかな <laughs> あそうですかええ、やっぱあれが G8 使ってるとあのオートフォーカスとかもはいなんか全然満足っていう いう感じがするんですけど、ちょっとやっぱ良くなってんのかもしれないですね。それと自分が使ってたのがやっぱマニュアルだったっていうのが大きいかもしれない。うん、オートフォーカスやっぱすごいとか思っちゃう思っちゃうんでね。オートフォーカスはあんまり信用してないですけどね。うん、のあのあ本当ですか。うんうん、そのね、うん、パッと引き出してもう子供の、うん、の撮影の はい、タイミングってほんと一瞬で終わることがあるんでああまあ早いですしね、うん、子どもバンバン動くしねで、あのー、その時にフォーカスがもう超えてないっていうのはね、うん、ああ,あそうですかうんあそこら辺はじゃああれですね新しい GH5 がよくなってくれるとですねうんね、うんあとよ夜の夜の ソニーみたいに強くなるとるは苦苦手手でですすねね、うん、ちょっと苦手ですよ、ねうん、そこはやっぱ α6300 とかでもその S2、うん、までね行かなくてもすごい夜強いじゃないですか、うん、あのぐらいやってほしいなっていうのはありますよね、うん、パナソニック次、うん、GH5、うん、そうですね うん当アルファ6300夜すごいなって本ん思いますね。うんですよね。それはありますね。うん当そこはよっちゃんのもう全く言う通りですよねがっちりう本当ソニーが使う理由は夜なんだっていうそこはもう際立っていいですね。うん はい。よっちゃん、どうですか。ん。<laughs> <laughs> いや、今日は、もう宮下さん、だいぶリードしてもらったんで <laughs> いや。あ、そうっすか。引き上げて。<や>うん、あ、いいですか。ありがとうございます。なんか、そいろいろね。はい、あの、なんかもんもんっやっぱりしてたことが、こういう場で、ええうん。皆さんと話せて。はい、うん、すごいね。うん、あの、良かったですよ。 今後の動画のさっきの、うん、あのほら撮影どうやって撮ればだからただ動かないで撮るっていう動画も必要だし<え>、うん、そういうただ動かないであの固定したビタ止まりの動画をあえて撮るとかそういうことですよね、うん、そういうことが必要ですよね、うん、あと僕が僕が言ったことは何でしたっけ、うんうんうん スライダーで動きがある動画の前後は動かさない動画を持ってくるっていうこといやそうじゃない撮り方あ撮り方ハロウィンでどういう撮り方をしたらより個性的な人たちが止まって撮るとかそういうことですよねまあ三脚風にってことですかそれはそうそうそういやそれだけじゃないですよ。もし動くんだったら。う 動くんだったら、ね、スライダーっていうことですかスライダーっつったら横スクロールしていくってことですか横すあの横すと横っていうのかなあの、うん、あれですよねあのさっきの柳の若者たちみたいな、うん、あれスライダーっていう言,う言えばいいのかな,なんていうあ,あれをどうやって取ってると思いますじゃあ,あれを横,、うん、横歩きですよね。横歩きでああいうふうに取れます 横歩きで取れない。横歩き、回回転歩き？ちょっと違う？うん。あの足はまっすぐ歩いてます。うん。うん、<あ>だけどジンバルは左から右へ流れてます。うん、ああ、あのあれ使ってんす、ね。じゃあまっすぐ歩きながらカメラのコントローラーを使うと。うん、うん、そう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 。うん。ああ、そっかそっかそっか。やっても結構それ難しい技ですね。うん、ねつまり画面全体を動かさん。 ないようにしてらたどっかに止めるとこがないと見る人はね止まってるカットの3分ぐらいね、うん、あのクリップがあるうちのまあごく1割とかまあ5%ぐらいに、うん、まあそういう全部が動いてるってのもあってもまあ表現でいいと思うね。 動的なもものがあってねだけどその3分だった3分の尺の中で全てが全ての駒が全部が動いてるとピタッと止まってるものがほぼないっていうねそういう状況だと多分ね見てる人はよっぽどの何か意図がないと疲れると思うんですよ。いやそそうですよだから止まってるものをいかに与らだから橋取りなんか遠くにね巨大なもの これを入れて走るとまあ止まってる遠くのものっていうのはずっと動かないから微妙にしか動かないからそこに目が行きやすいんですよ。で走って流れてる近景っていうのは別に目で追うことはなく例えばね新幹線とか乗ってて車窓から外を見るじゃないですか。 遠くの方に目を行くとね富士山がゆっくり流れてるとかっていいんだけど例えばトンネルとかものすごい近いところしかこうないようなところにトンネルとか入った時に窓から眺め,眺めてすべてのものがスクロールしてるから目線っていうのはもうどこに視点を合わせていいかわかんないじゃないですか。れてきますよね 自分のこう目ん玉がねこうガラスに映っててもう左から右左から右こうずっとこう,こう動いてるとだったら富士山が止まってりゃいいんですねそう富士山が止まるようなまずシチュエーションをあの、まあ、円形に大きなものがあるそういうニュアンスがあってさっきの若者ってことなんですかその止まっている若者を真ん中に置いて、はい、ロールで背景を動かすっていうもしやるんだったらね 一番安定するのは止めるのがいいんだけどああいう街なかではよりなんか個性とか表現というか変化を与えたいんだったら変化を与えたいんだったらスライダー風に左から右へ歩かずに手でこうやりながらある被写体を追っかけたりとか。 なるほどいやとにかく深いねとにかくジンバルで自由になったのはいいんだけど自由になりすぎてそこに甘んじて全てのものが動いてまあ列車の中のトンネル状態になってるっていう状態だとやっぱりね疲れるわけですよ酔ったりとかするわけですよだからよよっっちちゃんん宮下さょとろしいあのね最近ちょっと思ってることがありましてね自分の動画を 自分の動画じゃないっていう視点から見てね、はいうん、で、うん、編集し直すことがありますわ<ー>だから、うん、のこれはもう自分の動画じゃないんだとうん、うん、のどっか誰かさんが YouTube に載った動画なんだっていうふうにちょっと頭切り替えて <laughs> うん、うん、自分が編集一旦終わった後に、うん、で見てみて、うん、でもう次の動画に行こうっていうふうに思って。 ような、うん、あの、<laughs> 編集とか。うん、まあ、それこそ、あの、もっと立ちど、かえって、撮り方とかね、うん。を意識するようになり始めました。うん、ああ、いや、大事ですよね。そういう俯瞰してみるっていう態度ね。うん、うん。そうじゃないと、やっぱり。うん、あの、ぜ、なんかい、い、一生、自分が好きな。うん、うん、そういう。いう。動画だけになっちゃいますもんね。そうですね。たと、うん、例えば、自分の好きなこと。 例えば僕の場合ですとプラレールとか子供とかその動画を撮った時に自分のことだけ考えたらひたすらプラレールとかひたすら子供とかね10分見せられたらもううんざるですよねもうエンターテイメント性っていうのがないですよね。というよっちゃんそんなふうに思ったんですよ。 なるほどだからあれですよねトンネル映像じゃないっていうねトンネル映像トンネルというか動き続け全部が動いてるのはよくない全部がそういう画質的にもよくないしね止め停車駅映像も作るみたいな電車でいうとあそっかそれちょっとあれですね課題というかそれを挑戦していきたいですねうん うんそうですねだから思うに自分の撮りたい中身と映像がマッチすれば一番最強のものができると思うんですよそうですよねうん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  ないとダメだってことですね。そういう止まらせるっていう現場での止まらせる。あの録画、被写体。あの見る人を。あのう、見る人の立場に立った。あのえず。用意の仕方です。用意の仕方ですね。そうですね。うん。 動かさないっていうのも今ンさんが言った大きなテーマの大きな命題のうちの一つに過ぎないんでその方がまあ安,安定安心して見やすいとあ<ー>まあ伝えたいものが伝わりやすいという、まあ、それだけに過ぎないんですけどね、うん、ただその最低限っていうのが全てのカットでできていないと。 やっぱりで宮下さんのさっきのハロウィンのやつ見るとすべてのカそうですねそこにまずちょっと気づかないと次のステップには進めないかなとそのカット割りうんぬんそのシャッフルとかっていう以前にねうんそういやもうそこは一応分かってるつもりですけどねあくまで僕の視点でしかないんです僕の視点でしかないんだよね ちょっと先日の横浜をねぜひ見てくださいもうあれはもうハロウィンは本当にねう本当にもうすごいあのもうぐさっと来た難しいよね全然うん都会はね難しいそうでもね来年はハロウィンはもうリベンジ絶対してやろうと思ってるんでうん そうだからちょっと早めに出て最初に駅の映像を撮ったりそういうちゃんと努力をしますだから来年のちょっとハロウィン頑張りますよリベンジその前に他をちょっとあとなんか多分ジアンクレーンで撮ったと思うんですけどパンがね 結構滑らかじゃないようなカットがちょこちょこありますねああ<ー>、うん、スーッと左から右へ流れるんじゃなくてなんかねこうガクガクガクっていうふう風になってるのが結構あるんですよえーうん、ええええこれはジャイロクレーブレーションかな,<れ>なんだろうテストのやつああのー、オフ会鎌倉のオフ会かないいいいいいハロウィンハロウィン、えー、ああ えっとハロウィンの時にガクガクガクみたいなですか、うん、ああそういえばになってますね,ね、うん、ああ、うん、そういやなんかの、うん、走ったりとかしてガクガクなるのはまあしゃあないとして足の振動じゃああでもねちょっとまああ,あったかもしれないですねそれだからいわゆるなんかオペレーションミスっていう 感じかな普通まあまあ撮影ミスっていうどうミスったらそうああなるんですかねそこを知っとかないとああ<ー>、うん、ですねですねだあのー、歩き方がだからまず歩きながらパンしたってことですかああそうそうそういうていうかほとんどそれなんですよ歩きながらパンし続けてる歩きながらパンするっていう二つのことをやるっていうなんか理由意図はあるんですかえっともう後頭部しか写んなかったんで現場でうん。 もう人が多すぎて満員電車で例えばちょっとジンバルを高く上げて前に向けたら後頭部だったらじゃあカメラを体は前でジンバルを後ろ向けてね後ろに固定したまま歩くとかじゃダメなんですかいや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 そういうあれですねカメラワークが思いつかなかったってことですよね。それも一つですよね混んでる時。 がまあ1つあったんだけど、うん、まあ高く上げてあえて後ろを取るっていうのも,もう一つの技だと思うんですよね、うん、だから来年はねそれもやります、うん、高く上げて後ろを取るそうですねそのね、うん、引き出しが圧倒的に少ないんですよ、うんうん、そこを増やさないとダメですよね、うんうん まあでもね状況的にはねすごく難易度が高いと思う僕もね、うん、なんかあの京都の秋のなんかのな,なんだっけなちょっと忘れたけど七夕かなんかの祭りに行った時に、はい、もう本当に行列で、うん、もう京都のああいうイベントはねもうどこ行っても行列なんですけどね,、うん、ね<ー>もう本当にもう、ね、時速1キロとかそんなんでしかこう動けないわけですよ。そんな中ででジンバルでね 何かまとまったものを作るっていうのはもう本当大変でしたね。うん、いやそう歩けないサビ歩きすらできないからね。うん、うんそうですよね、うん、もう本当にねあの勉強になりましたよ。うん、うん、もう本当おっしゃる通りで、ね、<う>大変でした。うん、でほら、うん、あのー、一発勝負でねもうちょっとあのー、何 1分とかそこでずっと同じ場所で撮ってたら子供とか嫁さん先行っちゃうしでね立ち止まんないでくださいとかアナウンス流れてるからだから自分でそこのパッとこうねイメージしたらもう一発で決めなくちゃいけないんですよねああこれはもうスライダーの取り方でこうやって撮るんだとかなんかこう一発で決めないともうすごいね試されますよねいやあのね行ってよかったですすげえ勉強になったんで。 そうですねだ来年はねリベンジ頑張りますようんなかなかね一人でやってても気づかない部分とかってあると思うんですよで同じありますありますで僕はまあそういうのがあったんであえて今日言ったんですよああええすべてが動いてるっていうのはやっぱり一つのんか不安定要素なんでああ僕も勉強になりましたそれかそう現場でねやっちゃいがちなんですよねそれやっちゃいがちやっちゃいがち まあ、例えばバンさんだったら子供を追っかけるじゃないですかお子供を追っかけるってことは子供はなるべく止めていようというふうに努めるでしょ、うん、だからまあその取り方っていうのはある意味安定なんですよフォローモードで子供をずっと追っかけるっていうのはねうんあの干賞者は子供を目で追ってくれるからあ,<ー>、うん、あとはもうオペレーションのスキルだけですよね、うん、あそうか子供が一度と動 れどもが10度と動く分には別に構わないとあっち行きこっち行きでカメラ振ってね子供もは見てたと思ったら左行って右行ってとかってなると大変だから見てる人は。で宮下さんのやつはんかほら結構特徴的な人たちがいてああ多分宮下さんはこの人たちを撮ってるんだろうなっていう人たちがいるわけですよ。 そのパンとかスタビウォークとかそういうものでゲームのシューティングゲームのスクロールみたいにずっと寿司屋のネタみたいにスクロールしていっちゃうわけですよ。結構早く行ってしまうんでもうちょっと見せたいんですよねそれはね。いいや見せたですすすわわかかりりままそうしたいするためのじゃあどうすればいいのか旋回なのかもしくはフィックスでいくのか。 縦旋回で行くのか、うんうん、とかねいろいろねそうですね、うん、じゃあよっちゃんねこれね、はい、今ハロウィンの映像僕も見てるんですけども、はい、もうあの極端なこと言ったらジ,ジンバルうんっていうのはちょっと、うん、あのちょっと酷な話で置いといてですね、えー、三脚でいった方がまだ良かった渋谷はね三脚は多分 厳しいんじゃないかな。あ、そうか。三脚すらも厳しい。もう人が多すぎて多すぎて。なるほど。手持ちでも人間三脚。うん。まあ人間三人間三脚やるかまあ人間三脚。うん。ジンバルがあるからね。高くこう上げても水平取れるし、ブレにくいってことで。うん。ジンバルの選択はもう全然チョイスとしてありだと思うんですよ。ああとは使い方ですよね。うん。そう。なるほど。 そういう意味であのー、まあこの間来てもらった、えー、徳さんというか佐々木さんの映像はすごく見事でしたね。そうそうそう、うん、ねあのバリエーションもあってね、うん、安定してましたねそうなんですよ <laughs>、うん、そうです。だほ本当ね、うん、こういうふうに一緒に撮影すると本当に勉強になるんですよね。うん、そううですね、うん、うん そうあとで佐々木さんの映像を拝見しておこううんそう明らかにネタが引き出しが多いですからあれは良かった本当に。に見てる方が楽しいじゃないですか引き出しがあるってことはうんまあああいうイベントものにちょっと強くなりたいですねなりたいですね僕もイベントはよく 撮影対象にするからねしますんでねこういうシチュエーションはあると思います今後ですねわかりましたもうだいぶ時間過ぎたんではいはい今日はまあちょっとジンバルとかまああの各のの映像のねちょっとしたこうティップスとかそういう話をさせてもらいましたあいやもう勉強になりましたちらこそこちらこそですはい まあいろんなねノウハウをちょっと詰め込んでもらってすごい有意義な深い話が本当できたと思う。はい。ヨッチャンのあれやりますからあのスライダーロール技。うん。そうですね難しいですよ。難しいですよね。頑張るでも頑張りますよ。はい。はいはいじゃあ今日じゃあまたね呼んでください。そうですねはい。うんすいません本当にバンさんねありがとうございますまたあの近々お会いしましょう。あのねうんそうですねあの近いんで。 ええ、宮下さんもぜひまた、一度お会いしたいです。いや、本当に、ぜひよろ、よろしくお願いします。本当に。うん、いつか本当、いや、会いましょうね。ですね。よろしくお願いします。こちらこそです。はい。ほんじゃ、あすいません。え今日はお疲れ様でした。はい。どうもまた、よろしくお願いします。ありがとうございました。はい。どうもありがとう。おやすみなさい。おやすみなさい。はい。どうも。